お元気ですか？ビアルスペルシアと申します。今回はですね、今日はね、プロ野球の開封動画のおまけって形でね、久しぶりのね、お楽しみ袋をね、買いました。で、これはですね、3枚しかありません。その代わりで、ね、必ず直筆サインカードは出ますので、ぜひね、お楽しみくださいませ。それではまず一つね、開けたいと思います。まずね、一つ目はですね、こちらでございますね。2007年のヤクルトコーチ時代の、これは鷲見藤男で、当時のコーチだったと思います。この時のカードはですね、70分の31となっております。です。もう一つはですね、こちらでございますね。これ縦ですね。はい、これですね。太陽ホエールズ時代の、これ、岡本徹選手の直筆サインカードでございます。これね、2006年ですね。2006年のカードです。太陽ホエールズね、懐かしいですね。でもこれですね、背番号18って背負ってたんですよ。つけていたから、相当期待されてた選手だと思います。で、もう一つはですね、これはね、私シリーズで、ね、ちょっとね、初めて見ましたよ、これ。こちらでございますね。これですね、読売ジャイアンツのですね、吉川尚輝選手の、これ、ボールプリント直筆サインカード、ボールプリントサインカードっていうやつですね。これはね、初めて見ました。で、結構ね、これ、熱いんですよね、これ。これ、こういう風に、こう見つけたね。これ、熱いです、これ。薄いのはね、買ってあるんだけどね、この熱いのはね、まずね、初めて見ました。で、こちらでございますね。20分の4となっております。で、今回はね、ちょっとおまけって形でね、この3枚のね、このね、直筆サインカードと、プリント、サインカードの3枚をご紹介しました。もうすぐね、この新しい新作も出ますのでね、それはね、もうしばらくお待ちください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは失礼します。ペルシアンでした。